皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、なぜ事業で成功している人はダイエットもうまくいくのか、成功する3つの秘訣ということについてお伝えしたいと思います。久しぶりにダイエットネタなんですけど、今まで普通にこの皆さんにお伝えする時のお話って、ダイエットを話題にするっていうのは自分自身のことではなくて、一般的にこういうことですよねっていうお話をよくしているんですけど、今回は私の実体験も含めてですね、ダイエットをうまくいったので、そのこともお話をね、合わせてしていきたいなというふうに思います。事業とダイエット、成功する3つの秘訣があるなというふうに思いましたので、今回そのお話をしていきたいと思います。はい、では、本題に入っていきたいと思います。まずですね、事業もそうなんですけど、ダイエットも、共通する3つの成功要因というのがあるので、そちらをお伝えしていきたいんですけれども、まず、1つ目ですね、決めたことを継続的にやるということです。決めたことを継続的にやるということは、事象があっても一喜一憂しないで、ただ淡々とやっていくっていうことですね。こちらがまず1つ目のコツです。で、2つ目が報告し合う仲間がいる。これがやっぱりですね、大きいな。特に、今回のダイエットは本当にそれをね、経験しました。報告し合う仲間がいる。3つ目、素直に行動し、記録から改善をするっていう、この3つになります。はい、一つ一つちょっとね、解説をしていきたいと思います。まず、ダイエットのことも、じゃあどういうふうになったのよって知りたい方とかもね、いらっしゃると思うので、ご紹介するんですけど、著者仲間の野上浩一郎さんっていう方がですね、こちらの、3ヶ月で自然に痩せていく仕組みという本を出されまして、こちらの本に出会ったのは、クラブハウスとかで、いろんな方とのつながりのつながりのつながりの中で、この本に出会い、一番大きかったのが、クラブハウスの耳で聞くビジネス書っていう、通称耳ビジって呼ばれているところで、ナレーターの下妻豊子さんという方がですね、こちらの本を朗読したのをきっかけに、あ、面白いな、やってみようということで、早速購入して、で、中身を、ね、読んでやってみたんですよ。で、結果としては、3ヶ月なんで、一応3ヶ月でどれぐらいの成果が出るのかっていうことで、私落としたかったのが、3キロなんですよ。重たくなってるなっていうのを感じていて、どこかできっちり落とそうなと思ってたんですけど、なかなか上手に1キロとかは落とせたんですけど、3キロってなかなか落とせなくてですね、やっぱ代謝が落ちてるんですよね。で、あと体脂肪も 3% 落としたかったんですよ。で、それを、この本を読みながら、実直に実践した結果、定めた目標日が7月の6日っていう私の誕生日でもあり、出版記念セミナーでもあり、衣装をそういう結構露出があるような衣装とか、きれいめの体型の方が衣装が着やすい衣装を選んでいるので、そちらのためにもやっぱ3キロと 3% みたいなところをね、やりたかったんですよ。で、結果としては 3.5 キロの、体脂肪も 4% 近い、 3.8% かな、がなんか落として、その日を迎えることができたので、3ヶ月で確かに成果と効果が出た内容だったんですよ。で、本に書いてあることっていうのは、ダイエット本もいろいろあると思うんですけれども、今回のこのダイエット本の内容で私的に、一番感じたのが記録ですね。分かってるんですよ。分かってるんですけど、記録って本当に面倒くさくって、今までね、ちゃんとやってこなかったんですよ。ちゃんとたまに書いたりとかはしてたんですけどね。でも今回やっぱりね、報告し合う仲間がいるっていうことで、その記録の状態をきっちり報告をしていくっていう、これ3筋1休ダイエットって言って、3日やって1日休むっていう、この1日休みの時に報告しましょうっていうルールをグループ長が決めましてですね、そうすると3筋1休だから4日目に1回、また3日やって4日目に1回っていう、なかなかな頻度な状態で報告しなくちゃいけなかったんで、書くのがめんどくさいんですけれども、
その報告をするっていうことが、やっぱ意識をね、ずっと平常時にも意識をするっていうことができたので、すごく良かったなというふうに思っているんですよ。あと概念ですね、食事に対しての概念、オートファジーっていう仕組みを使っていて、基本人って2食でいいっていうね話、いろんなところで言われてるじゃないですか。いや、なかなか2食ってどうなの、3食やるからリバウンドがないとかっていう話とか聞いてるし、とか思って、ちゃんと理解しないで2食っていうのはどうなのみたいな。要はその食べ方も2食っていう、2食って言い方変だな、8時間は食べていいけど16時間食べないっていうのは、私が勝手に2食にしてるんですけれども、そういう、体の仕組みをきちんと理解して、細胞生まれ変われるタイミングとかっていうのは、胃が空っぽになってないとできないっていう、そういった科学的な見地も含めてですね、人体学的なところも含めて、食べる時間のコントロールと、食べてはいけないもの、おすすめしないものとはいえ、1日は逃げてもいいよっていう日があるみたいな、そういうのを繰り返してやっていくダイエットで、まずは3ヶ月やりましょう。でそうすると一生リバウンドしない体が手に入りますよっていう、ゆっくりゆるりとやるから、そのリバウンドも来ないっていう、そういうダイエットだったんですよ。実際成功したんですけどね。でその過程で、気づいたことをっていうところが、今回のテーマになっていくんですけれども、まずその一つ目がですね、決めたことを継続的にやっていくっていうことをですね、一喜一憂しないっていうところ、これ私できてるんですけれども、報告のグループでみんなが報告するわけですよ。そうすると例えば少し体重が増えたから、ちょっとやけになって少しプチ食いしちゃいましたみたいな話とかですね、なんか子供がいて子供のペースに合わせてたらずるずるだらだらと習慣がなくなっちゃいましたとかってね、報告とかあって、でそれはそれで人間っぽくて いいんですよ。さもありなんっていう感じなんですけど、問題はその一喜一憂しちゃうっていうところなんですよね。上がった、あ私ってやってるのにダメだ、下がったラッキー食べちゃおうみたいなその一喜一憂になる感じが、継続的に淡々とこう落としていく上では邪魔になる感情だなっていうふうに思っていて、で私もグラフをちゃんとつけているので、体重計とスマホのアプリが連動するものだから、もう正しく載った数字が全部、体脂肪から何から骨格筋量とか脂肪量とか BMI とかが全部記録されたもので、ちゃんと正確にグラフになっていくものを載ってるんですよね。でそれを見ながら対策を練っていくわけなんですけど、当然食べたものとかもね、この中にシートを書いてっていうのが書いてあるんで、その書くときに自覚をさせられるんですよねこういうの食べてるよなみたいな感じで、全てキツキツのダイエットじゃないところがポイントで、自分の食生活とか食習慣とかそのものを見直すっていうのに非常にいいということは、その体重が下がるときと上がるときとありますよ。だけどリバウンドってほどひどいことには大体なんないです。ちゃんとつけてて守ってるからです。でそうするとグラフってどういうふうになっていくかっていうと、こういう感じで私の場合ちゃんと下がっていってるんですが、こういう雰囲気になるんですよね。なんかこうジグザグな、で途中ね停滞期っぽいのがこの辺りで来たんですよ。こんな感じで、でその間何が起こってたかっていうと、脂肪と筋肉の入れ替えが始まっていて、体重が止まってないんだけどどんどん脂肪が落ちていて、筋肉の方が重たいから一見体重変わってないような状態になっていたんですよ。で体組成とかも見ていたので、筋肉増えてて脂肪減ってるんだったらいいやと思って、減らないことへの焦りもなかったんですよね。だけど例えばそういうこう蘇生計がついてないような体重計で乗ると、私こんなに運動もねちゃんと適度にやっていて、ご飯もちゃんとやっていて、例えばタンパク質とかもちゃんと取ってとか、バランスのいい食べ物8時間以内で全部済ませてるのに、なんでっていう時期が続くと、そのうち脂肪時期になっちゃうんですけれども、実際は筋肉と脂肪の入れ替えが進んでるんだっていうことになったら、それで OK なわけじゃないですか。だからその分析も冷静にしないといけないときに、やっぱりね感情のこうわーいとか落ち込むとかっていうのはあまりいらないっていうイメージなんですよね。
だから決めたことを継続的に淡々とやるっていう、これ事業も全く一緒で、わーい人が来た嬉しい、なんか人が来ない悲しい残念、来た来ない来た来ないっていうこともなく、正しくできているものは採用するし、集客ができてないないしはそっぽを向かれる商品としていまいちっていうものは改善か捨てるかっていうことを繰り返せばいいだけなので、本当にダイエットと事業ってそっくりよねって思って、特に長丁場で見ていく場合はですよ。でじゃあ実際のところ、さらに3ヶ月できっちり目標、まあ3ヶ月っていうか2ヶ月ちょっとで私の場合達成してるんですけど、その後も継続的に食習慣そんなにやめてないんですよ。オフの日があるっていうのがこのプログラムの結構ポイントで、3斤1級だからお休みの日は一食だけは好きなもの何でも食べていいっていう、まあ何でもって言っても、もともと私そんなに脂っこいものとか食べる人じゃなかったんで、まあ、パスタぐらいはねちょっと食べようかみたいな感じで、3日に1遍来るんでそんなにねストレス感じないでいけたのと、水を飲む習慣を思い出した。水結構前ちゃんと飲んでたんですけど、最近あんまり飲んでなかったからやっぱり老廃物ちゃんと流れなくって、2リットルから3リットルですね、やっぱり水飲むと調子いいんですよ。体のなんか細胞の入れ替えがしてる感じで、そういうのもまあ含めて習慣化しているので、1回のその好きなもの食べていいようが悪いものって言われてる NG 食ってあるんですけど、そういうものでも何でもいいんですよ基本的に。だけど、まあ、そんなに食べたい食欲がなくなってくる、そちら方面のものって体が多分自然の状態に近づいていくんでしょうね、おそらく。だから本当にしっかり食事療法に取り組むってやったのは、今回が3ヶ月っていう長丁場しっかり取り組んだのは初めてに近いかもしれないですね。しっかりですよ、しっかり取り組むのが、なんかねうっすら取り組むのはやってたんですけど、しっかり取り組んだのはね今回が初めてだったと思います。だからなるほどっていうことでね、成功率 96.6% ですよねとか思っているので、やっぱり食事と運動はね一緒くたですね。激しい運動はしてないです。歩くところを少し階段とエスカレーターを入れ替えたりとかっていう、まあただ私の場合ゴロゴロトランクスーツケース持って移動することが多いので、あんまりこうねエレベーターとエスカレーター使わないっていうことがむしろ難しくって、まあ、自分の体一つの時には階段使ったりっていうのはまあやったりとかはねしてたんですけれども、要は一喜一憂しない、継続的にやるっていうね、これがポイント1個です。これは事業もダイエットも一緒。2つ目、これも事業もダイエットも一緒なんですけど、報告し合う仲間がいる。これはねやっぱりね人の目借りるのがいいですよ。人間って弱いんです、弱いんですよ。私まあまあ意志強い方だと自分でもそこは自覚してるんですよ。とはいえですね、ダイエットも報告をしなければズルできるじゃないですか。なんかいけないもの食べちゃってるとか、8時間ってやろうとしたのにできなかったっていうのもなんかなし崩し的にズルズルできちゃうじゃないですか。だけど報告を偽造報告するとめんどくさいから、正直に報告したいと思うとやっぱりそういう報告する機会があるから気を引き締めようみたいな、こう抑制力がやっぱ働くんですよ。で人間ですね、めちゃめちゃ意志が強い人だったら報告とかしなくても大丈夫なんですよ。だけど基本弱いんです人間は、そこは私知ってます。はい、だからダイエットも事業もですね、一緒に報告を聞きながら前に進む仲間がいるっていうのはやっぱりいいなと思っていて、だから私は私の自分のオンラインサロン、女神のティーサロンっていうのがあるんですけど、そちらの方で皆さんでねアイデアとかも出しながら、こういう集客でうまくいった事例とかもシェアしたりとかっていうのもやってるし、私と対面セッションの時に1ヶ月に1度の数字の報告と本人の分析を聞いて、どういうふうにしていくかっていうのをやっぱ言うから、1ヶ月に1度ですけど、事業はダイエットは3日か4日に1度がいいと思うんですけど、そういうものを報告するっていうことによって、その緊張感が常にちゃんと保たれてるっていう状態をすると、ポイントはですね習慣化なんですよ。習慣化していくとやっぱり強いなというふうに思います。だから習慣化させるために
報告し合う仲間がいるっていう、その人の目と人の力を使うっていうのがとても大事だと思います。で、特に私は、まあ、自分でね、さらに自分のハードルを自分で高くしといたんですけど、書いたものを転記するのがやっぱ面倒くさいんですよ。だからもうその乗った体重計のデータ全部出てるので、それをスクショ取ってその仲間に送って、こういう分析ですっていうのをね書いて送ってたんです。っていうことはもう偽装工作しようがないんですよ。乗った体重そのまんまだから、乗った脂肪がそのまんまだから、乗った筋肉量がそのまんまだから。なのでかなりこう人目をですねしっかり意識しながらダイエットに取り組めたのは自分で課してるんですよ。そこの字は別にそんなことしなくていいって言ってるし、スタートの体重も言わなくていいんですよ本当は。でも私はそこから全部言っていて、その腸もね、若干腸って下妻さんなんですけど、若干ね正直にバサッて言うタイプだから、あら思ったより体重多いのね高橋さんって思いましたみたいな、高子さんとか思いましたみたいなこと言われましたけど、だからそれも含めて全部晒したわけですよ。そうすると抑制力が働くので、結果としてもう結果を出すんだって決めてやるわけなので、ストストストって落ちてったっていう感じですね。だから今10年ぶりぐらいですかね、やり始めて5、6、7、8、4ヶ月ちょっとで 4.7 キロ5キロ弱まで落ちましたね。これはねもうね、食べ物をちゃんとやっぱコントロールしないと無理とか思っていて、これだけ落ちるといろんな服楽に着れますね。はい、デザイン性のあるちょっとこうキュッポンキュみたいなやつとかですね、まあ、いろいろ選択肢がやっぱ広まりますので、あと健康になった感じですね。階段とか上がるのも苦しくない感じ。やっぱね5キロとかって重いですよねやっぱりね。それぐらい落ちると楽です。体脂肪も当然落ちるので、内臓とかのね調子とか健康的な感じにもなっていくので、まあ、いいことずくめの雰囲気でやってるんですけど、その環境を作るのにやっぱり報告し合う仲間がいるっていうのを作らないといけない。じゃあ今周りにない人どうするのって言ったら、そういうコミュニティに入るっていうのも一つ手です。自分の性格と性質と進んでいく速度に合ったコミュニティがあるといいねっていうふうには思います。まあ、今回の場合たまたま本を聞いたリスナーさんで、そういう耳で聞くビジネス書の、それを聞いているサポーターズっていうのがあるんですけど、そのサポーターの仲間、サポーターズクラブの仲間たちの中のさらにダイエット部っていうね形を豊子さんが作ってくださったんで、それでやってっていういい機会だったんで乗っかろうと思って、乗っかるからには本気でやりましょうって思ってやった結果を出したということになってます。で、3つ目ですね、これね、素直に行動し記録から改善する。これはもう本当にダイエットに関わらず事業も全く一緒で、まず素直にね行動しない人はそれだけでうまくいかないですよ。だって本に書いてあるんだから、これしかも検証と実証のネタなんですよね。ってことはもう書いてある通りにまずはやろうっていうことですよ。だから書いてある通りにやろうっていうことはアレンジとか最初はいらないっていうことですね。言われた内容とか、ここまではこういうふうにしてもいいですよっていうアレンジを親切に抜け道とかも言ってくれているし、いきなり8時間の中で全て終わらせてくださいっていうの無理なら10時間でも12時間でも14時間でもだんだん縮めるふうに努力してみてくださいって言って、かなり緩やかなルールにしてくださってるから、それをねただ素直に行動すればいいだけなんですよ。下手なアレンジっていらなくて、そこには。なのでこれはもう本当に仕事の方のアドバイスを受ける時も、下手な アレンジ自分で勝手にやる前にうまくいってる人の話を聞いてまず動きましょうっていう、これがポイントになるんですよ。でただそこも記録しないとダメなんですよ。私も大変だった、表がありましてですね、なかなか面倒なんですよ。毎日つけるの結構面倒。こういうね、巻末の方に載ってるんですけど、こういう表がありましてですね、まあ、ここに日付、
オンの日なのかオフの日なのか、計測何時にしてて、体重と体脂肪、一日のどこの時間に何を食べたか、就寝時間はどれぐらいで、水はどれぐらい摂取して、褒めてあげたいことをやって次にやることっていう、これがですね一日を振り返るときに面倒なんですよ。面倒っていうことは書くことによって意識をし、見ることによって意識をするから、3ヶ月はやっぱりやる必要があるかなっていうイメージです。今私の方はもう目標も達成して、さらに少し下げていくっていうところで、維持と、ちょっと頑張ろうかっていう領域なんで、そこはすごくこまめにつけてないんですけど、体重計のスクショはね、撮ったりとかグラフはずっと見てますけれども、そういう感じなんです。だから行動するんだけど、行動したもののデータを取ってかつ改善しないといけないんですよ。素直に行動しんまではね、それでもできない人よりはできる人とかまあまあいるんですけど、それを記録にちゃんと取って改善しないと本当の成果と効果は出ないのがダイエットも仕事も一緒です。やりっぱなしでは成果の出しようがない。だからフィードバックっていうものがあるんですよね、世の中の仕事上、PCDA っていう言葉も当然あるんですけれども、このね、改善をしようっていう意識のもとに記録をしていくのか、ただ記録をだらだら取っていくのか、そのあたりの違いはすごく大きいです。でちょっとねまた話は変わるんですけど、私サックスとかもね趣味でやり始めて3年半になるんですけれども、2人先生いらっしゃるんですけど、2人の先生からも伸び率っていうか成長率が早いっていうことはお褒めの言葉はいただいているんですけれども、私にはこうしたいっていう目標値があって、そこの道のりがこういう道のりだったのを細分化してもらって、先生に今やるべきことは何なのかっていうのを、ね、課題で与えてもらってるんですよ。でそれに対してどういう努力をしていくかっていうのを自分が決めて、でその努力に対してこんな風になりましたよっていうのを報告するわけですよね。で報告をして、またフィードバックを受けて、あそういうやり方じゃ難しいのか、じゃあこっちでいくか、でまたやってみて、でなんか どうしてもうまくいかないですっていうと、また報告してまた違うやり方をするっていう、一回ちょっとなかなか何でそうなっちゃったのかっていうのは忘れたんですけど、だいたいいつも1週間2週間で課題をクリアできてたのが1ヶ月かかった課題が1個あって、その時にさすがにこんなにやっててできないってどういうことだみたいな感じのをね、1ヶ月やってみたんですけど、どうやっても言われるようにできませんみたいな感じのね、報告したこととかがあって、それも必ず全部記録を取って、私の場合には練習シーンも全部ビデオを撮っています。でその撮ったビデオで自分で音も聞いて、で先生が吹いてる見本の演奏とかもっと聞いて、何がどう違うのかとか、ここなのかなっていうふうに思ったら、またそれを次の練習の時に解説する。だから一回一回の練習に必ず自分として課題を作り、その課題ができるかできないかも全部記録を取り見てる。これは趣味のサックスでもそうだし、今までやった趣味も全部そうです。写真もそうだし、なんだろう、他にもいろいろ趣味あるんですけど、そういう習得ものは全部そのタイプですね。改善をするっていう前提で練習をするみたいな感じなんで、ダイエットもやはりそのあたりがね、一人だと心が折れやすいっていうのももちろん分かっているので、そういったものをね使っていけるっていうのは、仲間たちと一緒にねやっていけるっていうのは非常にいい環境なんじゃないかなと思います。だから仕事もダイエットも結局ね一緒なんですよ。で余談なんですけど、私この本もね、もちろん著者のね野上さんっていう方とかもお会いしているんですけれども、ね、野上浩一郎さんって言ってなかなか素敵なイケメンさんの先生なんですけど、その野上さんが言ってた言葉で私の心をね熱く燃えさせた言葉があるんですよ。それがですね、このダイエットに成功しやすい人はどんな人ですかっていう質問に対してですね、答えた答えが、事業で成功している人はダイエットもうまくいきやすいです的なことを言ってたんですよ。ということはね、一応私そういう領域で生きていきたいわって思っているので、事業でね成功はどの状態を成功っていうのは
人によって違うと思いますけど、私の中でうまくいってるというふうに思っているんですよ。ということは事業で成功している人っていう領域なのに、ダイエット失敗するっておかしいじゃないですか、一貫性がなくて。だからそっちが成功してる人はダイエットも成功してますっていうことは、私は絶対に成功するんだっていうふうにそこでマインドセットをして、でダイエットもうまくいったっていうことで、うまくいく過程で分かったのが、事業と結局同じことをしてるわけなんですよ。ダイエットでも決めたことを継続的にやる、信頼できる仲間と共に成長していく、報告し合う、で、素直に行動し改善をしていくっていう、ね、記録と改善一緒なんですよ全部。だからおそらくなんだけど、何かうまくいかせようとするときにはこの3要素っていうのは必ず一緒なんだろうなというふうに思っております。ということでまとめに入りたいと思います。なぜ事業で成功している人はダイエットもうまくいくのか、成功する3つの秘訣。1つ目、決めたことを継続的に一喜一憂せずやっている。2つ目、信頼して報告し合う仲間がいる。3つ目、素直に行動し記録から改善をする。これは全くお仕事と同じ事情になっていきますので、ぜひ心がけて参考にしていただければと思います。それでは。